引き続きゴージェービアティンのコーナーです。今日のゲストは今シーズン加入したゴールキーパーの森健太選手とディフェンダーの太田健吾選手です。引き続きどうぞよろしくお願いします。お願いします。さてここからはビアティン三重が J リーグに昇格するためにはどんな条件をクリアしないといけないのか順番におさらいします。まずは現在加盟しているリーグカテゴリーです。ビアティンが加盟しているのはアマチュア最高峰のリーグ日本フットボールリーグ通称 JFL と呼ばれています。プロリーグの J リーグ J1、J2、J3 その一つ下のカテゴリーで J3 昇格を目指して今シーズン戦います。リーグには北は青森県から南は宮崎県まで全国16チームが所属していて三重県にはもう1チーム鈴鹿ポイントゲッターズという鈴鹿市のクラブが JFL に加盟しています。各チーム同士が本拠地と敵地とで2回対戦する総当たり戦のリーグで1チームあたり年間30試合を戦います。次にリーグ昇格に向けた条件を見ていきます。大きく分けて3つの条件をクリアしなければなりません。まずは成績ということになります。細かいところをお話しすると難しいのですがリーグで4位以内に入ることが第一条件ということになります。まあ樋口さんまずはここを達成するというところからですよね。そうですね、やっぱり選手含めね現場でできることはまずここですのでね、はい、もうぜひ4位以内に入ってほしいなと思いますね。そうですね、はい。さらに重要になってくるのが続いてこちらです。観客動員数ということです。本拠地での1試合あたりの平均入場者数が2000人以上入らないといけません。昨シーズンビアティンの1試合あたりの平均入場者数はおよそ1000人です。樋口さんこのあたりはなかなか厳しいところも今あるのかなと思うんですけれどもいかがでしょうか。そうですね、あの新型コロナの影響がないところではですね、うん、あの観客動員に向けて、はい、あの会社一丸となっていろんな施策を打ってたんですが、あこのコロナの影響でリモートの試合も多くなりますので、はい、まあ、この条件がですねそのまま行くのかどうかその辺がちょっとこうね、そうですよね。あのリーグいよいよ来月開幕するとはいえこれ無観客なんですよね最初は。そうなんですね、はい、ですからこのあたりが今後この条件にどう影響してくるのか、少しちょっとまだ不透明なところもあるということですね。でそして3つ目なんですけれどもこちらスタジアムです。県内にはこれまで J3 の基準を満たす競技場がなくスタジアムの確保が課題となっていましたが、去年ビアティン三重が桐蔭町スポーツ公園陸上競技場の指定管理者となり昨年12月から今年3月まで競技場の改修工事を行い J3 の基準を満たすことができました。これでスタジアムの整備はクリアということになりました。堀選手ビアティンのスタジアムいかがですか。やっぱりかっこいいですね。お本当に黒とオレンジで、うん、ビアティンを象徴しているようなスタジアムだなというふうに感じます。おそうですか。太田選手はいかがですか。いや本当にかっこいいそうですね、本当に練習もここでやらせてもらうことあるんですけど、はい、本当にすごい雰囲気が良くて、うん、早くこのピッチで試合がしたいなという気持ちです。おやっぱりあのこのスタジアムがいっぱいに、ね、観客いっぱいになるところが早く見たいですよね。見たいです。見たいですよね。ね、あのお二人が活躍しているところもこのスタジアムで早く見たいところです。さて、戦う準備はできたという今シーズンですけれども、通常年間30試合を戦うリーグ戦は第15節までの中止がすでに決まり第16節から第30節まで1チームあたり15試合を行う方式に変更されました。これによりビアティンの開幕戦は7月19日の日曜日15時から本拠地の朝日ガスエナジー桐蔭スタジアムで宮崎県のテゲバジャーロ宮崎と対戦します。しかし先ほどもちょっと話にありましたが新型コロナウイルスの感染拡大を避けるため無観客で試合を行うことが決まりました。ただしサポーターの皆さん安心してください。この開幕戦を含む今シーズンの全試合が JFL チャンネルにてライブ配信されます。
スタジアムで観戦ができない、アウェーまで観戦に行けないサポーターの皆様、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。なお、スタジアム付近への来場や集まってのテレビ観戦など密になる恐れがある行動は自粛をお願いしています。そして今月の12日にオープンしたのがこちらです。スタジアムからも歩いて行ける東院町総合文化センター内にオフィシャルサポーターズカフェがオープンしました。地元の食材にこだわったオリジナルメニューには、いなべさんのブランド豚に地元の農家で育てられたお米や新鮮な野菜を使ったランチメニュー、東院町で焙煎されたコーヒーなどが提供されています。店内の椅子の背もたれには背番号が貼ってあり、選手たちのサインが書かれています。チームの応援グッズも販売されていて、試合当日以外でもグッズを購入することができるということです。ということで、皆さんはこのカフェ行かれましたか？3人とも行かれたということで、はい、樋口さんは何召し上がったんですか？僕はブランド豚のランチをいただきました。お味のほどはいかがでしたか？めっちゃうまかったですね。めっちゃうまかったですか、はい、森選手は？僕はパンを、モーニングと似てるパンをいただきました。コーヒーお好きなんですか？はい、コーヒー。あれ、コーヒーも飲まれたんですか？はい、飲みました。美味しかったです。お味いかがでしたか？本当にめっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかった、はい、太田選手は何召し上がったんですか？僕はもうビアティンカラーのオレンジジュース。オレンジジュースすごい濃かったですね。はい、やっぱりそのビアティンの情熱みたいな感じ、はい、もうやっぱ詰まってました。はい、オレンジだなって感じ。オレンジだなっていう感じ次なんかこうちょっと食べてみたいなって思うものあるんですか？やっぱりランチのチキン、うん、食べたいですね。本当ですか、はい、ぜひ行ってください。すぐ行きます。すぐ行きますか、はい、はい、美味しそうです。続いてですけれども、プロスポーツが徐々に再開される中、高校野球やインターハイだけでなく、夏祭りやイベント、コンテストなどは依然中止となるケースが続いています。そんな中、キッズダンサーたちを対象にしたダンスコンテストが開かれることが決まりました。キッズダンサーたちに日頃の練習の成果を発表してもらおうと、ダンスコンテストキッズダンスチャレンジが8月30日にイオンモール東院で開かれることになりました。子どもたちを笑顔に、地域に夢と感動をというビアティンのクラブ理念を体現するために、感染拡大防止策を取りながら新様式のダンスコンテストを開催できないかと考え、企画が立てられました。参加対象は三重県の小学生3名以上のチームです。演技時間は3分以内、ダンスのジャンルは問いません。参加チーム数は上限24チーム、各予選は8チームで行い、決勝進出チームは5チームから6チームの予定です。現在参加チームを募集していますので、参加希望の方はご覧のところまでお問い合わせください。さあ、それでは最後にお二方に、いよいよ開幕を迎える今シーズンに向けて抱負をちょっと伺いたいと思います。まずは森選手から。はい、はい、待ちに待ったリーグ戦なので、無失点勝利できるように、チーム一丸となって全力で戦いますので、皆さんも、応援よろしくお願いいたします。改めてこのプレーを見てくれというところがあったら教えてください。そうですね、やっぱ攻撃の第一歩になるキックと、うん、あとは後ろからのコーチングで、まあ、全員守備全員攻撃ができるように、まあ、声を出して頑張っていきたいと思います。期待しております。それでは太田選手お願いします。はい、JFL 優勝と天皇杯優勝っていうのを目標に、しっかりチームとして全員で戦っていきます。熱い応援よろしくお願いします。太田選手もこういうプレーで貢献するんだという思いを教えてください。はい、ドリブルだったり1対1の部分が自分の特徴なので、そこで熱く戦う姿を見てほしいです。はい、それと新年度も期待しております。はい、しっかり頑張ります。今日は今シーズン加入した森健太選手と太田健吾選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。